ミクマンです。今回は業務スーパーで買ってきたもののご紹介をしていきたいと思います。全部買ったことないものを買ってきました。新しく買うものですね。美味しいものが発見できればいいなと思います。今回買ってきた合計点数6点、合計金額1653円でした。それでは早速紹介していきましょう。コさんの尻尾が見えてるよね。まずはじめにハニーローストピーナッツ 80g 入り、お値段が税別88円でした。中国産です。甘みと塩味が癖になる美味しさ。香ばしくローストしたピーナッツと甘みと塩味の絶妙なバランスが癖になる美味しさです。この味の組み合わせは食べたことないですね。楽しみ。こんな感じの見た目です。いただきます。あー、これ美味しいやつ。美味しい。うん、美味しい。なんかハニーって言うからちょっと蜂蜜の味がすごいのかなと思ったんですけど、全然ですね。蜂蜜の癖のあるような味はしないです。これ食べたことある味なんですよね。粉末状の甘い粉が周りにかかってて、味もしっかりしてて美味しいです。どこで食べたんだっけな。ミックスナッツに入ってるやつかな。すごく美味しい。私好み、止まらない美味しさですね。これおつまみでもおやつでも美味しくいただけると思います。美味しすぎ。ただこれ全部食べるとカロリーが472キロカロリー、気をつけないとですね。これ全部食べられちゃう。続いて宮城名物ずんだ餅、内容量 1kg、 お値段が税別313円でした。この前はこのシリーズのごまだれを買ったんですけど、すごく美味しくて、今回はコメントでもあったずんだ餅を購入してきました。ずんだ餅は仙台に行った時に初めて食べたんですけど、それ以降食べてないんですけど、すごい衝撃的な味でしたね。ずんだあんをもちもち生地に包みました。宮城名物をお楽しみください。枝豆を潰して作ったずんだあんをもっちりとした柔らかいもち生地で一口サイズに包みました。東北地方で今も昔も愛されている和スイーツを伊達家のお膝元である宮城県からお届けします。早速開けていきましょう。オープン。うわお、いいですね。真っ白、すっごいいっぱい量は入ってます。この前と一緒、自然解凍ですね。私は前回冷蔵庫で1日ぐらい寝かせておきました。今回は室温で2時間ぐらい置いておきたいと思います。楽しみ。自然解凍で3時間ほど経ちました。もう食べられそうですね。見た目は真っ白なお団子ですね。こんな感じでもっちもち。いただきます。中にはしっかりとずんだんだ、中にはしっかりとずんだんが入ってます。うん、枝豆だね。うん、枝豆。甘さもすごい控えめなんで食べやすいですね。こんな感じで枝豆が刻まれて入ってます。枝豆と甘さ、ほんと食べ慣れない味なんですけど、これが東北の味なので、ずんだ系が好きな方は絶対買った方がいい商品ですね。コスパがめちゃくちゃいいです。そして周りの餅もね、すごく美味しい。うん、
まあ今食べてもちょっと食べ慣れない味ですけど、まずくはないんですよね。まずくはないけど、美味しいってほど美味しくもなく、ちょっとまだ慣れが必要ですね。仙台とかで買うと餅の上にずんだんが乗ってて食べる感じなんですけど、これも餅にくるまれてるのであんがボロボロこぼれず食べやすいですね。ほんとこのシリーズは食べやすいと思います。あんこのバージョンも美味しいらしいので、あんこを好きな方は買ってみてください。私がね、あんこがちょっと苦手なんでまだ手は出してないんですけど、美味しいらしいですよ。続いて 100% ストレートマンダリンジュース 1000g 入り、お値段が税別523円でした。イタリア産です。今回はマンダリンジュースしか売ってなかったんですけど、ブラッドオレンジジュースも売ってます。今度ブラッドオレンジジュースがあればそちらも買っていきたいなと思ってます。甘味料、保存料、着色料、不使用、冷凍果実飲料ですね。ビタミン C 豊富、程よい酸味とビターな香り。溶けるまで待ちたいと思います。これね、ずっと前から気になってはいたんですけど、ちょっとお値段が高いので手が出なかったんですけど、美味しそうだなと思い、やっぱり買おうと思い買ってみました。絶対美味しいと思います。解凍待ちます。半分ぐらい溶けましたね。まだ芯の方が溶けてないんですけど、飲んでいきます。キャップ付きはありがたい。うわー、すっごいいい香りといい色してますね。早速飲んでみたいと思います。美味しい。ストレートだからすごく濃厚ですね。そして後味の甘さがなく、すごくすっきり飲めます。でね、ちょっと見えるかな、ちょっと見えにくいんですけど、果肉もミキサーしたように入ってますね。こんな感じでミキサーした感じで果肉があるんですけど、ジューサーにかけられてるので舌触りはさらっと飲めます。美味しい。みかんの甘酸っぱい感じ、私みかんは普段そんな食べないんですけど、ジュースにするとすっごい美味しいですね。後味にちょっと苦さも若干あるんですけど、甘さがすっきりしてて甘酸っぱさもいいし、もう味はパーフェクトですね。ごちそうさまです。まあこだわられてこちらの商品作られてるので、すごくお値段が張ってるんですけど、まあ、こだわられて作られてるのでしょうがないのかなと思います。値段は高いんですけど、味は間違いなく美味しいです。美味しかったです。果汁 100% ストレートジュースは本当に美味しいですね。続いて粗挽きハンバーグ8個入り 960g、 お値段が税別378円でした。旨味がギュッと詰まった粗挽き食感、美味しそう。食感にこだわったジューシーなハンバーグです。晩ご飯のメインディッシュやサンドイッチの具材などお好みのソースを添えてどうぞ。冷凍のままフライパンで焼けるみたいなので焼いていきたいと思います。コストコのハンバーグとどちらが美味しいですかっていうコメントがあったので、今回こちらのハンバーグを買ってきました。多分似た商品だと思います。私も気になります。早速焼いてきます。しっかりとした厚みがありそうです。期待大です。宮のタレもいっぱい作ってあります。
出来上がりました。食べてみましょう。焼くのはね、弱火でじっくり焼いたんで焼けてると思うんですけど、中火とか強火でやると焦げると思うので気をつけてください。とね、表面がねちょっとね崩れちゃったりもします。うわー美味しそう。うん、なんかハンバーグの食感がいまいち良くないですね。見た目はすごい美味しそうだったんですけど、柔らかいですね。肉のしっかりとした弾力のある食感がなくて、後味にちょっと変わった味がして、ちょっと食べ慣れない味がしますね。何なんだろうこれは。玉ねぎも入っててボリュームはしっかりしてるんですけど、食感と味がいまいちですね。まあ、コストコのと比べてしまうとコストコの方が断然美味しいです。1個あたりの大きさは一緒で、価格が業務スーパーの方が3分の1ぐらいと、コスパがかなりいいです。なので食べ盛りの子とかいるご家庭にはすごくいいのかなと思います。煮込み系にしちゃえばこの後味の味がなくなるのかな。あとはお子様とかね、柔らかいんで食べやすいかもしれないです。ただお肉の食感しっかり味わいたい方はコストコのを買うべきかなと思います。こっちの方が美味しいです。続いてお米と一緒に炊くだけシリーズ、パエリアですね。2号用、お値段が税別141円でした。今回はごぼうのご飯の炊き込みご飯を買いたかったんですけど、売り切れだったのでパエリアにしてきました。魚介の旨味がたまらない炊き込みご飯の素。水の調節、具材なんかも必要なく、2合のお米に入れるだけで簡単に作れます。トマトのいい香りがします。炊いてきます。パエリア炊けました。すごく色は綺麗ですね。パエリアっぽく黄色に仕上がりました。あとはね、細かく具材が入ってます。でパセリかけてきました。うん、具材がね結構細かいですね。細かくて、これタコかな、すごく細かいので歯ごたえが全くないですね。まあ、手軽さはいいんですけど、味はちょっといまいちですね。魚介の味が全然しないですね。なんか想像しているパエリアがムール貝だったりエビだったり、まあ、そういう乗ったパエリアを想像しているのであれですけど、なんかバイキングにありそうなパエリアですね。ちょっと手軽に作りましたっていう感じのパエリアで、食べられないことはないですね。なんかまたさらにこれをアレンジした方が美味しそう。続いて刻み海苔 10g 入り、お値段が税別88円でした。海鮮丼とか親子丼を作るときに使いたいなと思いました。海苔高いですよね。なんで業務スーパーでゲットです。こんな感じで今回は業務スーパーで買ってきたもののご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回いろいろなものを買えて、やっぱり一番美味しかったのはマンダリンジュースですね。ちょっと値段がお高いんですけど、味は間違いないです。すっごい美味しかったですね。濃厚なオレンジジュース、ほんと贅沢な飲み物なんですけど、まあ、たまに贅沢な飲み物が飲みたい、健康的に飲みたいっていう方はいいと思います。あれはリピートありです。あとコストコのハンバーグと業務スーパーのハンバーグ比べてみてくださいっていうお声があったので比べてみたんですけど、まあ、やっぱりお値段も高いんで値段相応なのかなと思うんですけど、コストコの方が美味しかったです。
あの業務スーパーのハンバーグ系、何なんだろうな、後味にちょっと違和感のある味がするんですけど、言い表せないんですよね。それがなんだか分からず、お酒なのかな、なんかねちょっと変な味がして、それがちょっと食べにくいなと思います。まあ、食感とかは柔らかいんですけど、我慢すれば食べられるんですけど、味がちょっと違和感する味だとちょっと美味しくないなと感じてしまうので、ハンバーグがちょっと残念だなと思います。私が苦手なあの味何なんだろう。ずんだ餅も好きな方は絶対美味しく食べられると思うので買ってみてください。東北の味ってなかなか東北以外の人は食べる機会がないと思うので、まあ、買ってみてもありなのかなと思います。もうほんと枝豆ですね。違和感しかないんですけど、食べ慣れれば美味しいんだと思います。枝豆を塩で食べる習慣があるので、どうしても甘いので違和感だらけですが、ぜひ気になる方挑戦してみてください。次の動画もお楽しみに。この一番右のこの上に乗ってるのはずんだかな。